さてさて今週もお伝えすることが盛りだくさんです。今週はセリエ A2 ブンデスリーガも開幕を迎えて欧州5大リーグは全て開幕したことになるからな。5大リーグ全部に日本人選手がいて、しかもしっかり試合に出てるすごい時代になりましたよ。そんな日本人選手たちが今週も大活躍だ。余すことなく伝えていこうと思うから、ぜひ最後まで見ていってほしいぜ。よかったらチャンネル登録もよろしくね。まずはじめにこのニュースからいくぜ。なでしこジャパン宮川ひなたが女子ダブル最得点王を獲得、日本人史上2人目の偉業達成。7月20日に開幕した女子ワールドカップが閉幕した。本日、シドニーのスタジアムオーストラリアで決勝が行われ、イングランド女子代表を1例で下したスペイン女子代表が初優勝、無事に全日程を終了させた。スペインが優勝ですね。グループリーグを戦った仲なので嬉しいね。嬉しいけれども本当は決勝の舞台に立つなでしこジャパンを見たかったのが本音。また悔しさが蘇ってきたよ。ぐぬぬぬ。優勝しても全然おかしくないほど完成度の高いチームだったからな。しかもスペインには圧勝してるから実質日本が優勝って話もあるよ。そして、今大会のゴールデンブーツも決定。日本女子代表なでしこジャパンのミッドフィールダー宮澤ひなたが大会後ゴールで得点王に輝いた。FW カディディアブーディアニフランス、FW アレクサンドラポップドイツ、MF ジルルードオランダ、MF アマンダイレステッドスウェーデンらを抑えての快挙。2011年のドイツ大会でなでしこジャパンの10番沢穂真さんが受賞して以来、日本人史上2人目の偉業達成となった。宮澤選手はグループリーグの初戦ザンビア戦で2ゴールを挙げて日本の快進撃の口火を切ったぜ。そして、スペイン戦でも得意のカウンターから快速を飛ばして2ゴール。決勝ラウンドでもノルウェーのゴールネットを揺らしている。残念ながら8強止まりとなったけど、ライカのパリ五輪では個人以外でもタイトルを掴んで悔しさを晴らしてほしいね。ダブルハイで大きく成長した、なでしこの新エースに期待しましょう。次はこの話題だ。ブライトンにトマカオルが衝撃の5人置き去り弾。イングランドプレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ミッドフィールダーミトマカオル26が世界を驚かせるスーパーゴールを決めた。19日、敵地のウルバーハンプトン戦で後半36分までプレイし、前半に相手選手5人を置き去りにする超絶の今季初得点をマーク。1得点1アシストの活躍でマンオブザマッチに輝いた。このゴールすごすぎませんか？結構低い位置からスタートしてゴールまで一瞬ですよ。早すぎて雷の呼吸の使い手かと思ったよ。霹靂一戦6連みたいでしたよ。伝説に残るであろう一撃で、三笘が今季初めてゴールをこじ開けた。前半15分、敵陣左サイドのタッチライン際でパスを受けると、対面の相手を振り切って一気に加速。ゴール前まで侵入して GK の右を抜く先制点を右隅に決めた。試合後の取材に三笘は、最初の相手を抜いた後に空いているところが見えた。スピードに乗り切れればいけるかな、と。クオリティのいいゴール。ドリブルの距離でも目立ちやすいので、そういう面では良かった。40メートル近くを走って3人をかわしてエリア内に置き去りにしたフィールドプレイヤーは実に5人。そのうち2人に左肩やシャツを掴まれたが、体作りはしている。あそこで負けないようにしないといけないと感じていた。昨季以上の出力やトップスピードを求めている、と語っているぜ。昨シーズン以上の活躍を見せてくれそうな勢いを、2戦目にして早くも感じさせてくれているな。確かに体たくましくなってるよね。開幕2連勝のブライトンは、2試合連続の大量得点のおかげで暫定で首位だそうです。前日に加入発表の遠藤航がプレミアデビュー。プレミアリーグは19日、イングランド各地で第2節を開催した。リバプールはホームでボーンマスと対戦。3-1 で勝利した。18日に加入が発表された日本代表 MF 遠藤航は早速ベンチ入り。後半18分に出場を果たした。移籍報道から正式発表、そして翌日には途中出場ですか。ドタバタの移籍だけどしっかり対応しちゃうとこがプロですね。今季ブライトンから移籍したマクアリスターの退場を受けての予定外の緊急出場だったな。クロップ監督は、遠藤のデビューを振り返り、私たちは今朝、座って話をしたが、441については話さなかった。と冗談を飛ばしつつ、この中盤は一緒にプレイしたことがなかった。計画していたものではなかった。とコメント。それでも、我々はこれを乗り切り、彼は最初のプレイ時間を得た。と難しい状況で冷静にプレイした遠藤を称えているぜ。マクアリスター選手は一発レッドで何試合か出場停止らしいので、遠藤選手にかかる期待はますます大きくなりますね。デビューつながりで次はこのニュースだ。スタメン鎌田大地の交代後、まさかの展開に。鎌田大地選手も新天地イタリアセリエ A のラツィオでリーグ戦デビューを飾っているぜ。セリエ A 第1節が20日に行われ、昨季2位のラツィオは敵地で同16位レッチェを相手に1-2の逆転負けを喫した。
今夏にフランクフルトからラツィオへ完全移籍した MF 鎌田大地は、右のインサイドハーフで先発出場。前半の鎌田は得点に絡むプレーはなかったものの、ビルドアップの出口になる動きなどでチームに貢献したようだ。鎌田は1点リードの後半10分にマティアス・ベシーノとの交代で、ベンチへ下がりで10戦を9大点で終えたぜ。しかし、チームはその後40分、42分と試合終盤に連続で失点、1-2 で敗れて黒星発進となってしまったぜ。なんか嫌な予感のする負け方ね。これが今シーズンのラツィオを象徴するような試合にならないといいですね。そして、あの元日本代表が復活の兆しだ。南野拓実が完全復活の2ゴール1アシスト9の新監督就任で立場一変、モナコ開幕不戦勝の主役に。モナコの MF 南野拓実が20日、リーグアン第2節のストラスブール戦で、今季初ゴールを含む2ゴール1アシストを記録し、3-0の勝利に大きく貢献した。南野は13日のクレルモン戦04-2でもアシストを記録しており、開幕2試合で驚異の2ゴール2アシスト。加入1年目の昨季は出場機会が少なく、1ゴール4アシストの結果にとどまったが、新指揮官の下で完全復活を遂げている。前半20分にディフェンダーのイルフレッドからの縦パスを受けフォワード、ベン・エデルに左足で鋭い縦パス。ベン・エデルはボールを奪われたが、南野がすぐにプレッシャーをかけて奪い返し、ペナルティエリア外からのミドルシュートをゴール左隅に突き刺したぜ。南野にとってリーグアンでの得点は昨年9月18日のスタッドランス戦以来だ。約11ヶ月ぶりの通算2ゴール目となったぞ。昨季は出場機会もなかなか与えられずに、苦しい時期が続いていたよね。散々な叩かれようだったよ。この日の南野はまだまだ止まらなかったぜ。前半36分、右サイドの深い位置で攻撃の起点を作り味方に預けると、そこからボールは左サイドに展開。カイオエンチッキが低い位置からアーリークロスを送り込むと、南野はニアサイドに飛び込んで頭で合わせ、完璧なヘディングシュートで2点目のネットを揺らした。さらに後半13分、モハメド・カマラからの縦パスに対し、相手を引きつけながら巧みなポジションで受け取ると、ワンタッチで斜めのパスを配球。これに抜け出したベン・エデルが冷静にゴールに流し込んだ。一試合で去年の記録を超えちゃったね。監督が変わると選手ってこんなにも変わるもんですか？今季からはザルツブルク時代にも指導を受けた旧知のアディ・ヒュッター新監督が就任している。ヒュッター監督は、私は滝のことを、彼がザルツブルクでプレーをしていた時、彼が19歳の頃から知っていて、彼にどんなことができるかを知っている。彼は素晴らしい準備をして、アーセナル戦で、非常に良かった。彼は身体的にも心理的にも変わり、その3つが混じっている。と評価しているぜ。海外初挑戦の時に指導してもらった恩師ってことになるんだね。恩返しの意味も含めて活躍して、また日本代表でも活躍するところを見てみたいね。次は同じくフランスリーグのこの選手だ。伊東純也、絶妙アシストを含む全2得点演出中村敬斗も先発のスタッドランスが今季初勝利。伊東は2試合連続の先発に名を連ね、前節は途中出場となっていた新加入選手の中村敬斗もスタメン入り、2列目の両サイドに日本人アタッカーが入る布陣となった。17分、スタッドランスは左コーナーキックを獲得。伊藤が右足でニアサイドを狙ったボールを送ると、ホケが頭で反らし、ファーサイドに走り込んでいたアミール・リチャードソンが合わせる。最後はマーシャル・ムネピが頭で押し込み、スタッドランスがセットプレイから先手を取った。84分、自陣でのボール出しからテディ・テウマが左足でサイドチェンジのボールを送ると、敵陣右サイドへ走っていた伊藤が完璧なトラップでボールを収める。そのままボックス右に侵入して中央へ流し入れると、ファーサイドへ走っていたモハメド・ダラミーが冷静に流し込んだ。一度はオフサイドの判定となったものの、VAR のチェックを経て判定が変更。伊藤のアシストでスタッドランスが勝利を決定づける2点目を記録した。伊藤選手といえばスピードに乗ったドリブルってイメージが強いけど、実はトラップもクロスも一級品よね。だな。サイドの選手はロングボールを受けるシーンも多いからトラップが上手いのはアドバンテージになるよな。サイドチェンジのボールを足元にビタ止めできたら、相手のディフェンスは何もできないからな。そして、次は日本の至宝のニュースだぜ。先制点アシストのレアルソシエダ MF 久保建英の現地メディア絶対的な存在。ソシエダは日本時間20日、ラリーが第2節でセルタと対戦して1-1でドロー。勝利こそ奪えなかったものの、久保は22分に右サイドで鋭い突破を見せてクロスを供給し、アンデル・バレネチェアの先制点をアシストした。前節の開幕戦では先制ゴール、今節は先制アシスト、完全にソシエダの攻撃は久保選手を中心に動いてるね。この日の久保のプレーについて、エルデスマルケは8と評価している。
プレイレベルが昨季並みであることを高評価であることに挙げ、久保はこのチームで絶対的な存在であり続けている。一例にした一撃は、彼がラレアルソシエダにもたらす全てを完璧に表現していると称賛を並べた。ノティシアズ DG パズコーでは6の採点に。一方でプレイ内容については違いを生み出しているとし、勝利にこそ導けなかったもののゴールの場面でのプレイは並外れていた。卓越したドリブルと、バレネに対して完璧なクロスを送ったと評されている。なんか、ソシエダってリードしてから久保選手を下げてその後追いつかれる展開多くない？気のせいですか？いや、気のせいではないと思うぜ。久保以外の攻撃陣の不振のせいか勝ちきれない展開が続いてる。この試合も久保を下げて5バックで逃げ切ろうとしたのも、攻め切って勝ちをもぎ取るっていうビジョンが、指揮官には見えなかったからじゃないかな。なんとか久保選手の好調に引っ張られてチーム全体が良くなるといいけどね。いつまでもなおえ状態は勘弁してね。さてニュースはまだあるぜ。最後は日本のディフェンスリーダーのめでたい初ゴールの話題だ。衝撃のゴール更新セットで先制弾の板倉滉、ブンデス1部初得点に反響前の取り方で勝負あり。現地時間8月19日に開催されたブンデスリーガの開幕節で、日本代表の板倉滉がプレイするボルシア MG は、奥川雅也が所属するアウクスブルクとアウェイで対戦。4-4 のドローに終わった。この試合で先制点を叩き込んだのが、センターバックで先発した板倉だ。13分、右 CK にファーサイドで待ち構えると、打点の高いヘディングシュートを豪快に叩き込んでみせた。この先制点に SNS 上では、かっけえぐすぎ凄まじいバケモンナイスヘッド間合いの取り方で勝負あり衝撃のゴールなどの声が上がった。板倉はこの得点がブンデス一部での初ゴール。開幕からいきなり結果を残した。初ゴールおめでとうございます。だけど4失点の方がディフェンダーとしては悔しいでしょうね。しかし、こうやって見ると日本代表の主力メンバーはみんなすごいところでプレイしてるなって改めて感じるぜ。ほんとだね。ヨーロッパ5大リーグのしかも決して下位ではないチームでみんなポジション掴んでやってる。来月からは日本代表も大事な試合が続くからな。これほどのメンツが集まってどんな試合を見せてくれるか楽しみにしよう。これだけのメンバーを束ねるのが今の監督でいいんでしょうか？まあ、それに関してはまた別の機会だな。そうだね。長くなりそうです。それでは今回はここまでだ。チャンネル登録、高評価、コメント励みになります。ではまた次回。頑張れ、日本代表。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう、余った時間でじゃんけんする？顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。だからやめとけって。